はい、というわけで今日はですね、こちらのブルーさんって皆さんご存知ですかね。ブルーさんというね、世界9位の方、今日は姫プをしていただけるということで、ブルーさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ブルーです。どうもブルーさん、いや俺ね、ブルーさんね、ちょっとまあ入りながら行きましょうか。入りながら話しましょうか。はい。いやなんか荒野の光でサクッと10万いったじゃないですか、ブルーさん。やっぱりはいはい、サクッといってなぜ辞退しちゃったのかなって、俺もうすごく、はいはい、もうね、悲しいことだったんですよね。そうっすね。もう、昔の実力がないんで、辞退しちゃいましたね。なんかそのね、上手い人あるあるで、今もめっちゃどうせ上手いのに、上手い人あるあるってなんかあるんですよね。その、ストイックさ。なるほど。もうそれがね、もう本当にちょっと悔やまれたんですよね。まあでも、今後はどういった活動をしていくんですか、ブルーさんは。まあ今後は、はい、PUBG っていうゲームで。はいはいはい。そうですね。まあ、世界大会とか、開催されて、はい、優勝したいですね。ちなみにプロプレイヤーっていうのはあれなんですか、はい、プロプレイヤーですよね、確か。ブルーさん。そうですね、一応。うわ、出た。ええ。プロプレイヤーとして。どちら行きますか全然。どうしますね。マップ見てなかったんですけど、なんかちょっと、まったりしたとこ行きたいですね、一回。あ、でもさ、そんなことないのか。そんなことないんだ。そう、ブルーさんだ。そうだ、忘れてた。この方はブルーさんだったの、それは。どこでもいいです。じゃあ、はい。この辺行きますか。あ、いいですね。あ、まったりの。まったり行きましょう。今日はもうね、ブルーさんのプレイを見たいので、ちょっと僕はね、張り付いてストーカーしていこうかなと思います。いやー、緊張するな。うわ、なんか降りてません？他の、ちょっと待ってください。敵います。敵いますね。敵ちょっと倒しましょう。はい、了解です。助けてください。僕も死ぬだけですから、敵いたらやばい。僕基本的に回復役だと思ってください。了解です。回復専門ですから、僕、まあ、僕がバンバン敵倒しちゃうんで。あー、もうね、ほんとね、言葉の圧力が違う。まずだって俺が、いや僕がどんどん敵倒しちゃうんで、さ、わらじゃないですか、そう。お前黙れよとか言われますからね、通常だと。敵でもその辺にいらっしゃいますよね。そうですね、ここ、いたやつ一人やって。あ、もう、見てなかった。やりました。早い早い早い。早い。早い早い。ちょっと早すぎじゃないですか、ちょっと。あ、いたいたいた。本当に早い。まあ、バンバン倒しちゃうんで、まだいますね、敵。ブルーさんの近くですよね、間違いなく。そうですね、僕の正面の、ええ、ああ、ここにいました、ここに。やりました、やりました。あ、やりました、僕死にます。OK です。いや、すごいすごい。え、今ちなみに何キルぐらいの？今まだ4キルですね。まだ4キル。出ました、まだ4キル。これ、今日の格言に載せますから、まだ4キル。まだ4キル、ね。え、もう敵ちなみにもう。敵はもう多分いないですね、ここは。いやいや、これなんで、どこが下手なんですか、これ。いやいや。自分の納得できないプレイとかあるんですか、やっぱり。全然ありますね。マジかよ。ちなみにデュオのソロとかって全然余裕だったりするんですか。まあデュオぐらいだったらソロでも全然、はい、多分いけますね。やばいな。あれですね、僕プロプレイヤーの人にもう本当ね、まあ、言わないですけど通常、はい、一言、ね、ありがたい言葉言いますよ、僕今から、はい、あなたは変態です。初対面で変態ってなんかぶち込んでくる人なかなかいないと思うんですけど、その変態は嬉しいですね、やっぱり。ちょっと今のプレイやばかったですね。サンヘル見つけましたけど、いりますか。マジか。いやいや、もう僕にサンヘルはいらないですね、うん、使っちゃってください。いらない、はい、やばいな。ブルーさん、まだちょっと荒野ちょっと遊びません？それ企画とかでなんかやりません？なんか俺ら倒したらみたいなのちょっと入ってくれません？ブルーさん、ちょっとやりたいですね。でもやりましょうよ、この企画。僕大体弾はですね、60発あれば十分って言われてるんですよ。なるほど。はい、もう60発あれば十分です。なるほど、なるほど。途中で撃つことをやめますから、もう。あとは今はもうブルーさんを探してるだけですから。敵倒しちゃうんで、よろしくお願いします。さあ行きましょうか、どっか。行きますか。はい、僕どこでもついてきます。じゃあとりあえず、はい、どこ行きましょう。この辺、青ピンとか行っちゃいますか。あ、了解です、了解、いいですね。あ、なんかこれダメらしいですね、なんか。僕これ乗ったことない、今初めて乗りましたね、これ。あ、マジですか。なんか重たいから、はい、加速が悪いイコール上りが弱いらしいんですよね、すごい。あー、なるほどなるほど。しかも車体がでかいっていう。引っかかりやすそうですね。そうなんです、無駄にでかいらしいんですよ、車体が。なるほどなるほど。1万6000出して買ったんですよ、これ。本当に冗談じゃないですよね、それで使えないって言われたら。キルするところ間近で見たいですね。そうですね、見せたいですね、キルてるとこ。ドンカツとかはやっぱり普通に余裕だったりするんですか、やっぱり。いや、でもやっぱり負けるときはまあ負けるんで、うん、ちなみにちょっと下手になったって自分でおっしゃられてたじゃないですか。はいはい。それはどの辺が下手なんですか。もう、うん、そうですね、打ち合いとかで、ええ、打ち合いで、まあ、負けたり、打ち合いで、ええ、立ち回りがちょっと甘えてしまって負ける部分があったりするんで。それはちなみに1対1の打ち合いですか。まあ1対1
ちもありますけど、僕よくソロクインテッドとか行くんで、ソロクインテッドってのは、はい、5対1でやるってことですか。そうですね。やばいやばいやばい、実力が違いすぎてちょっと笑、あ、敵来ましたね。車来てますね。今屋上ですか。今僕屋上ですね。オッケーです、すぐ向かいます。うわ、すごいバカが来てます、バカが来てます、アホが来てますよ。2台来てますね。2台、あ、来た来た、これを、おおおおお、はいはいはい、こういうことですね。本当にやばい、この人。いや、この人もうあれですね、あの変態の上を行く、あのバカですね、もうバカブルーさんバカになりました、もう今すごいなぁ。いや、2台来た割にはあれですね、1台いなくなったみたいな。まだいそうですけどね。ああ、ここにいるぞと、カモンカモンと、六角にいましたね。いました。え、全然見えないんですけど逆に六角に1人いますね。ちょっとすみません、僕邪魔だったらすみません、邪魔だっつってください、その時大きい声で大丈夫です大丈夫です。ちょ、参加してる感を出したいんで、これ打つとはあれですか、顔出さない系のあれになっちゃいますか。いや、打っても大丈夫、あの邪魔してないかすごく不安でしょうがないんですけど僕全然邪魔じゃないですよ。こういうネタ系動画やってるんですよ、いつも。なんかヤクザと VC やったらみたいなやってるんですけどなんかね、こう異端児扱いされちゃうんですよね。なるほど。そうだから、よく引き受けてくれたなって、このブルーさんの優しさ、この技術ももちろんですけどね、優しさですよね。はい。あ、おおおおおお、そういう感じ。うまくないですか、ちょっと相手。あれ、どっから来ました今。終わりましたね。終わりました、はい。どこにいらっしゃったんですか今。今の六角の上にいたやつですね。2回目のあの蘇生ですねこれ僕あのちょっと一回回復ちょっと取りに行ってきます。あ、回復渡しますよ。あ、本当ですか、すっごい優しい、はい、いや、ありがとうございます、ありがとうございます。いえいえいえ、そんなにお持ちなんですか回復とか。そうですね、最初に倒した敵が持ってたんで、いつの間に取ってんだよ本当に。まだいます、ちなみに。いや、もうここはいないですね。なんか、はい、お好きなように行きたいところに行きますから僕も。そうですね、アンチ外れたんで行きますか。了解です。なんかもう一発サクッとドンカツ、もう編集するとこないんじゃないですかね今日今6ですよね。今7っすね。 7! え、はい、基本的にあの10キルとかってやっぱ余裕なんですか。まあ半分 50% ぐらいの確率で10キルです。何キルぐらいが最高なんですかやっぱり。僕は25が最高ですね。 25? え、それはちょっとブルーさんちょっとチート疑惑今出てますけど。いや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 、すいません、ブルーさんはチートではありません。はい、もうテロップで出てますから今もうできますね。います、逃げました逃げました逃げましたね。逃げました、追っかけますか。フェラーリで行きましょう。わあ嬉しい、めちゃくちゃ。おお、これが噂の、これが噂の赤いフェラーリです。これはかっこいい。やっぱフェラーリって速いんすよね、セダンより。そうですね、速いですね、うん、切り返すとこもなんか結構あれですか、結構操作性いい感じですか。操作性いいっすね。あ、ちなみにこれおいくらで当てたんですか。これは2万円ぐらいですね。2万か、まあ結構運ですからね、もうやりがちですから。よく言いますよね、なんか昔のパズドラみたいなガチャのリスクだってそうですね、出ない人は出ないんで、やっぱ僕もなんかそのね、荒野のガチャ引くのできるだけちょっと嫌ですね、もう抑えたいですね。できるだけやめたいんですよね、荒野のガチャって。結構キッズが見たがるんですよ、キッズたちが。なるほどなるほど、まあやっぱ興味ありますよね、ガチャの。なんか YouTube って基本的に人がなんか苦しんでる姿見て笑うのが YouTube だと思ってるんですよね僕なるほどなるほど。本当にだからね、本当苦しむんですよねいつもガチャさせられてガチャの総額もな、もう多分何百万ですよ僕、いろんなゲームの、はい、本当にあ、ドラクエみたいに後ろについてきますから僕ドラクエだと思ってます。ぴったりくっついてますね。ぴったりです。すんごい邪魔ですから、これ接戦になると。いや、やっぱそれすごい動き回るんですね。絶対撃たれねえぞっていう。常に、周りを見とかないと、うん。周り見てんですね、動いてるだけじゃなくて。あ、もういない、もういない、もういない。ちょっとブルーさんが早すぎたんで動きはちょっとついていけなかったです。すごいなぁ。こうチームの中でやっぱりトッププレイヤーなんですか。まあでも、ええ、連携がないと勝てないですし、ええ、一人だうまくてもダメなんで。あ、やっぱりそうですね。そうなんですか。ブルーさんやっぱりあれですか、出会い中ではないってことですか。出会い中ではないですね。あ、すいません、失礼、大変失礼いたしました。出会い中ではないプロプレイヤーに対して出会い中なんですかっておかしい。おかしい、僕はちょっとバカですね。僕バカでした、やっぱり。はい、すいませんでした。本当にね。いやいやいや、本当ブルーさんに対して出会い中なんですかっておかしいですよね。すいません、もう本当に言葉が本当にバカでした、僕。いや、本当すいません、なんかね、普段柄の悪いやつと やってばっかりで、なんかちょっと本当頭おかしくなってきてるんですよね。これはアンチがやっぱり変わってからの動きとなるんですよね。そうですね、まあ、うん、アンチ結構あれですね、読んだりすることもありますけど。ああ、なるほど。待機が結構いい感じなんで待機してますね。あのプロプレイヤー的な、あ、車来ましたね、来ましたね。ブルーさんを探してるんじゃないですか。ちなみに家の中にいらっしゃるんですか相手は。そうですね、多分家の中にいますね、2人いるんで。なるほど。今1人ダウンさせたんで詰めます、ね、おお、すごいすごいすごい、殺人鬼みたいになってますよね。おー、
もう、いや、相手でも、かわいそうになってきますよね、だんだん。だって、プロプレイヤーですからね。相手ちょっと今、一瞬、ちょっと、かわいそうだなって思っちゃいましたね。でですよね、ブルーさんを探す作業に、あ、なるほど、家ですね。ブルーさんを必死で探す作業だけですから、今。新マップって結構難しいって聞くんですけど、なんか、なんていうのかな、まあ、山芋が多かったり、なんかそういうのが兼ね合いで。マップ広かったりするんで、うん、まあ山も多いですし、うん、やっぱ、立ち回りが、うん。あ、新マップとやっぱ旧マップの立ち回りは全然違うもんだっていうことですか？全然違いますね。新マップってこう、山芋とか、とにかく家がめちゃくちゃ強いみたいなことを聞くんですよ。はい。やっぱその通りなんですか、やっぱり。まあ確かに家が、うん、でも状況によって結構変わりますから、状況に応じて立ち回りかれるのがやっぱ強いと思います。でも逆に今 PUBG、ガチ勢だから、ブルーさんがこうしてね、はい、荒野行動をやってるというのはめちゃくちゃ珍しいというか、貴重というか、希少というか、そうですね、もう、なことですよね。動画に荒野行動で出るっていうのは、結構、あんまないですね。しかも、通話ですよ、ね。そうですね。通話ってないですよね。まあ、あんまりしないですね、僕は。いや、してほしい、今後。ぜひお願いします。僕のチャンネルではもう、通話でお願いしてもいいですか、これ。はい、全然いいですよ。いや、めちゃくちゃありがたいです。なるほど、なるほど。ちょ、あえての、ここにいるぞと。あ、そういうことじゃなくて。いや、敵いますね。どこだ？345人います、ね。340。あっぷり。目の前の岩の。はいはいはい。あ、ここも危ないってことですね。なんか後ろから銃か、なんかの。そうですね、後ろ一人いますね。ちょっとこれブルーさんの腕の見せ所ですね、これ。俺、何もしてないんですけど。一応次の一戦で、はい、どうせこれ、ドンカツできますから。はい。次の一戦でもうすぐわざと死ぬので、ブルーさんのね、このプレイをガチで見ていこうと思うんですけども。僕には全然見えない敵がブルーさんには見えている。岩の左側っすね。左側。もう。移動したかもしれないんで、僕らも移動しますか。あ、はい、わかりました。OK です。あと4人ですね。あと4人ですね。いや、怖い。もう僕、これとりあえず一旦出ますね、これ。下手な人あるある、すぐ寝るんですよ、こうやって。なるほど。下手な人あるあるなんです、すぐ寝るの。俺の画面に、なんかメッセージが、ゼロキル、てんてんてんって流れてます。いや、違うんだよ、ほんとみんな、違う、これは違う。ブルーさんが強すぎる、そう、それ。いや、ブルーさんが強すぎるって来ました、今。その通り。ブルーさんが悪い。悪くはない。悪くはないですよね。これは、あ、なるほど。あー、なるほど。え、すげえ、すげえ、すげえ。終わりですね。うわ、すげえ！え？何これ？ナイスドンカツです。ナイスドンカツです。え、これどこが？え、だってブルーさん、実力がうんぬんで辞退したじゃないですか。そうっすね。今んとこ変態ですよ。14キルドンカツですよ、普通に。オッケー、じゃあもうこのまま、じゃあ次のドンカツ行ってもいいですか？大丈夫ですね。いや、ちょっともう次はですね、ちょっと僕、わざと死んで、もうブルーさんの画面をずっと見て、みんなでお茶でも飲もうかと。もうそういったもう動画にしたいと思います。